ということで次は穴花の橋に行くということですか。そうですね、旧秩父橋へ行きましょう。はい、はい、いやーでも神社良かったね、なんかね。こう久々にやっぱ行くと旧秩父橋じゃない。そうそうそう、はい、俺あんなやつから久々にね行くとね。いやでも多分すぐ出てくる。猫カフェだって。安西さんデートで爬虫類カフェ行ったことあるらしい。行ってはない結局。あ、行ってない。めっちゃ行きたかったけど。行ったって聞きました私は。爬虫類カフェは行ってないよ。爬虫類カフェって。あ、猫カフェか行ったの。猫カフェは行きました。安西が猫をめっちゃ追いかけた話聞いた。猫を追いかけました。で、持って帰ってきちゃったんでしょ、1匹間違えて。間違いのレベルじゃないだろ。カバンに入れちゃった。ここが一応、あの花のとこです。ここもここが、そう、あの映画版のこれ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 、階段のとこ、これこれこれ、あー、これがここから上がってんだ。そう、行こう行こう。これがそうです。一気に夕方だろっていう方のために説明しますと、今蕎麦屋で1時間半近く待たされて。あ、ここですね、やっぱりひどい目に遭いましたよ。ここですね。なんか落書きなんですけど、まあ、風情ある落書きですかね。超平和バスターズ。超平和バスターズはずっと仲良し。これは本当にこれマジなの。作中に書かれてたのを来た人が真似たんじゃないですか。なんですかね、まあ、これファンだとしたら立ちの悪いファンですけど、まあ、地元民がやったとしたら愛のあるね、認識できますけど。方向的にこっち向きってことでしょ。そうそう、そうだからこのすごいで、これがでもこ、いやだから画角的に入んないと思う。こっちじゃない、ここじゃない、ここ、ここじゃない、多分ここだと思う、画角的にここでしょう。うん、ここじゃ入んないでしょ、だってこれで、順位はそっちで見てみて。え、ちょっと見せて見せて、あれこうだわ、ここ面白いやん、ちょっとでかっ。あー、こんな感じかな。あ、なんだっけ、鶴子。見せて、俺見てないんだよ、この椅子の部分。鶴子ってこと？字は見る。あー、あー、じゃあここだね、多分この白の線がさ、こう来てる。そうだね、ここね。鶴子いかついな。鶴子いかついな。あ、そうだ、このラインもちょうどここにあるもんね。いかついな。メガネとサングラス、だいぶ違うぞ。ルビーがあるよ。いかついな。誰こいつ。ちょっと一回さ、ちょっとさ、並んでみようぜ。いやだからさ、あれポップをさ、合成した方がいいんじゃないの。いくよ。これ回ってんのこれ。はい、チーズ。これ回ってんのこれ。一応回してやってる。あ、回してんだ、うん、じゃあ多分取れてるわ。オッケー。じゃあポップソロ。ソロポッポソロ。え、ソロポッポっすか。ソロポッポ。ソロポッポじゃなきゃきついでしょ、他のやつよりも。うん、ソロポは大丈夫だよ。さ、モテあの目悪目そんな感じじゃない。モテもっともっとこう世界にこう優しい感じで、優しい感じで顔傾けすぎっすね。ちょっと大丈夫、待ってね、体ごと、ね、もうちょいじゃない。あー、結構これなんだ、顎を引いてって感じですね。当たって前髪がちょっと、よし、行くよ。これで、これで。マジで。飛ばせる？いやもう左曲がれば左曲がれんだな。いやでもね、山だからね、ここ今も。
あ、そうなの。道なりに。あ、じゃあもう降りれないって感じ。そうそう、だからもう一回またここ U ターンして乗って、うん、あっちの道行って、さっきのところを右折。で、またトンネルあるしな。この U ターンは。あ、でも 500m 先に料金。あ、そうそうそう、その料金のところで。誰だな、今年、運気。神社まで良かったんですけどね。最悪だ。大吉引いたやつ誰だよ。お前らのせいだぞ。俺小吉だよ。俺大吉。お前ら大吉でこれってことだよ。なんかね、場所あたりなことしなかった誰か。西尾さんがおみくじ破ったか。あとタバコか。ああ、俺のせい。全部俺のせい。ごめん。ちょっと説明するわ。多分これが3本目になってる。現在我々は、ロープウェイ行く途中にちょっと迷子になってしまってね。はい、で偶然釣り堀の看板を見つけたんですが、まあ。どっちだっけ進行方向。なんかちょうどね。こっち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 。何分どこにある？ん？何分どこにある？ちょっと待ってね。で、今ちょっと、迷子になって釣り堀行ったんですけど、まあ一旦引き返すかってことで、結局元のルート、ロープウェイ行かないんですけど、13分で 7.7 キロ、ごめん、はい、でロープウェイ付近に、まあ、ちょっとそのいい感じのところがあるから、そっちにしようって結局話まとまって、今 U ターン仕返してるんですけど、うん、まあ、どういったやつ、何ですか？ガソリンがない。まさかよ。なんでだよ。いつからついてた？え、プチ、あい、もしかしてあいつら抜かれた？ガソリン。え、なんか出てる。いや、急に。そんなだった？いや、あったけどな、俺が見た時。え、な、漏れた、もしかして。大丈夫？飛び出す。マジで。これ、一刻の猶予も許さないよ。はい。一応ガソリンスタンド調べておきます。けどね、そこのカメラ、携帯見た方がいい。おお、なんか、エンプティーマーク消えた。え、なんで？え、わかんねえ。なんで？右方向で。ほんとだ。もうガチで空になったとこじゃない。いや、増えてってんだけど、急に。怖い怖い怖い。誰か戻した？あ、あれじゃない？あれで、あそこ坂だったからさ。いや、でも、ガソリンの量、傾いてさ、その規定量がさ、だったからじゃないの。じゃあ復活した今。いや、にしてもガソリンはね、まあ、エンプティーな、まあ、まあ、それぐらいもう追い込まれては来てるってことだよ。よかったねー。まあ、エンプティーは消えたから、緊急を要するあれはないけど、うん、まあ、ガソリンスタンドには行きましょう。まあまあ、大丈夫だね。まあ、大体そのカメラ、携帯のその道に進んでもらえれば。いやー、なんか15分で着くって出てる。次のとこ右だね。でも15分で着きますよ。でもめちゃめちゃすぐ戻れたな。確かに。おい、釣り堀行ったの。もう全部間違ってる。おい、おい、頼むぜ。俺たちの、何なんだよ、俺、旅はいつも。やっぱ一つの店が全て招き始めんだな。ちゃんとスケジュール組むべきだったね。反省反省。いや、スケジュール狂ったのはそばですよ。まあ、そばは確かうまくいってたんだよな。そばまでうまくいってたんだよ。そば食ったらうんこしたくなってきたな。何食べてもそうだ。いや、ビッグマック一番うんこ出るらしいんですよ。あ、むちゃくちゃだよ。おーい、やっきりね。おーおー、すごいね。すげえ。めっちゃカメラ持ってる人とかいるしね。いいんじゃない？あ、なんかでもいいわ、ここいいわ。確かになんか自然感じるわ。てかやっぱちゃんとなんかツイングされてる感じもいいね。よかった、釣り堀行かなくて。確かにこっち行ったらもう川下り終わっちゃってるか。普段やってないの。あいつらああいう手法でやってたのかな。どっちこっち行った。入り口っぽいし。今行けるよ。断言できる。いや、ないなこれ。すごいな。じゃあこれで行きたいと思います。行きますね。おーら、上カモもいる。あの、みんな上手くね。おー、絶対1回目そんな跳ねるもんだね。1回目行くよ。え、マジで行くよ俺。安西うまいな。安西4最後なんか回ぐらい行ったよ、ね、これ。ラッシュかけたし。重すぎただろ今石が。重すぎだね。なるべく水平に入った方が跳ねる。うん、あ、そうなんだ。行くぞ。平たい石がもうない。跳ねなくね。どうだな。なんでやんな。おお、すげえ。紙石見つけたわ。ここら辺。ここら辺から行くよ。なるべく水平に。おお。ここら辺から水平に。おお、すげえ。やったー、なんか嬉しいわ。すごいね。
なんかここで写真撮ろう。ここで写真撮れば。わあすごい。あいいね。マジなんか海外行ってきましたって言ってもバレなさそう。えなんかめちゃくちゃいいよ。あいいねその3人の並び。明るさ上げれば多分。あっちの山が見える感じがいいかな。ここがあって。あのさっき人がいっぱいいたじゃん。でなんか右の方に上がってったじゃん。すごいなんかカメラで。なんかここ下道ないか。ここの住人の下。次だじゃんそこ危ないから本当。あとさこの綾鷹これ誰？君？持ってるもんね。危ない危ない危ない。慣れてんだから大丈夫だって。何？撮ってんのここ？撮ってんの？これ回してんのこれ？本当そういうのもダメたまっていいですか？この無許可なんで本当に。やめとこ使いづらいよ。使いづらくはないけど。使いづらいって言うから私は分かる。これ下降りれんわ。これすごい。おっ。ねえ、お前マジで。マジで危ねえよ。ふざけんなよ。超いやすごいいい反応だ。あ、撮ってほしそうだぞ。ん？撮ってほしそうだぞ。あ、後ろからね。ここちょうどいいかも。これ一人でノイタに撮りたい。一人で。マジでのコンセプト的には、うん、ボスとその2番手のめちゃめちゃ強いやつらしい。崖にぶら下がってる感じも撮りたい。西尾くん気をつけてね。お前シャッターを撮る。それともぶら下がってる絵になる。あ、俺がぶら下がる。大丈夫めっちゃ怖くね。安西マジで大丈夫だよ。あのそのあれなマジックな映像のぶら下がるって何どういうこと。なんだ楽しいのかなこれやってて、うん、何に使うのかなこれ。これトップがあったらさ普通に引かない。でもサムネでいいんじゃない、安西大ピンチ。でも安西大ピンチはさ、これめっちゃ怖い。あんだかピンチは別に見ようと思わないよな。確かに。あ、うん、ピンチなんだで終わりですよ。なんかいつもピンチな気がしない。あんだ死んだんだみたいな。あんだ死ぬ。いやこれ。え？安西大ピンチで。写真動画。クソ動画じゃん。どうせだから旅行系の動画でさ、4本上げてさ、安西大ピンチで再生してやったら。上がるだろこれは。さあ。はい。はい。やってきました。やってきました。何ですか？祭りの湯っていうの、祭の湯どっち、祭りの湯、祭りの湯かな、うん、なんか祭りの湯ってなった秩父あたりで一番大きな大きいと思いますね。秩父で一番あの暑いと言われてる温泉ですよ、うん、それは温度ですか人気ですか。人気ですよ。伝わりづらいな。結構混んでますしね。あ、一般的にはここでお風呂入ってからあの西武秩父駅に乗って、うん、家に帰るわけですよ。なるほど、うん。もしかしたら祭りの湯、はい、というわけで、はい、お風呂も上がりましたね。はい、いや気持ちいいね。ほんとよかったっす。いやなんか、はい、なんでどうでしたか初秩父は。初秩父、いやエロい街でしたね。結構もう普通の街だ。なんていうんですかね、もう街がピンクに輝いてたというか、うん、それ言うと俺らでもしね出た時にアウトだから。あれも本当にね、なんか自然最初テーマはねあの花でしたっけ、うん、そうですね、だったけど、ね、途中からもやっぱ普通に秩父に魅了されたよね、うん、まあ、確かに自然感あふれる、うん、ところにね、はい、行きましたから。いや、はい、まあなんかまた、はい、年末ぐらいに旅行行けたり行きましょう。そうですね。そうですね。行きたいですね。はい。ということで、はい。じゃあ帰りますか。早めにちょっともう来てほしい。そう。本当に出たらどうする。行きましょう。はい。はい。お疲れ様でございます。